NA エンジンのチューニング始まります。なんだこれ、めっちゃ綺麗じゃないかこのエンジン。超綺麗です。すごい綺麗だなこれ。カムも変えるからな。あ、OK です。さあ、NA のエンジンに NISMO です。 NISMO の 0.5 ミリガスケット、めちゃめちゃペランペランです。これを組んで圧縮を上げてトルクを出すという戦法です。今回はタコ足も買います。大丈夫だよ、こっちは。こんくらいです。こっちもこのぐらい。何ですか。ちょっと待って、ゆっくり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 。いいよ。あ、もうちょい上。上上。上？一回上上げて、ちょっと。もうちょい前なんだよ。はい。あ、はい。お願いします。あ、来た。入りました。こっちも入ったような気がする。見えてないんだよ。入ってんじゃないこれ。ほとんど見えてない。入った？入ってます。入ってる。OK です。はい。はい、OK。
NA エンジンようやく始動までこぎつけました。これ一応仮ですけどね、エンジンかけるためだけにね。ちょっとエンジンかけて、一発でかかっちゃった。純正コンピューターです。ターボ用です。見てください、座線ですよね。なの座線がついてます。3号エアフロです。3号コイルがついてます。して1箇所取って、はい、なんでくっつけちゃうのね。 OK です。やりたいと思います。さあ最後の最後でもうセッティングもだいぶ決まってきました。究極の NA チューン、点火系は全てターボ系のハーネス、ターボコイル、ターボクラセンを使って制御してます。もちろんコンピューターもターボのコンピューターでセットしてます。これ実に調子いいんですけど、いやもうねセッティングに相当時間かけてる。これを書き換えているヤシオファクトリーのロムです。ついに NA チューン完成です。いや、やっぱり今のねチューニングってすごいと思うのは、純正のターボのパーツを使ってチューニングするっていうね、社外パーツに頼らなくてもこんだけ速くなるっていう素晴らしいことだと思います。いやこれ NA チューンは流行ると思いますよ。ということで、いやこれはね本当 NA フリークヤシオファクトリーに集まれ。この
日本で一番価値があると言っても過言ではないこの S15 に令和チューンをインストールしました。3号コイルに3号インジェクターをつけました。そしてヤシオファクトリーのロムチューンですね。なんだかねぐっちゃぐちゃになってんですよこの車。本当にもうエッジケースの開発ちゃんとやれよ。ということでこっち側か、ウインナーめくれてたのもちゃんと綺麗に直しました。色も塗りました、フロントフェンダーもですね、ここにこのシールが貼ってあるんでこれを剥がすわけにはいかないということで、うちの板金屋さんビビってましたよこれ。こんなすげえ車が触りたくないと言いつつも何の違和感もなく我もなくなりました。さすがです、うちの板金屋さんすごいです。ちょっとねまた同じことの繰り返しなんでちょっとキャンバー中に入れました。で、昨日の夜もう残業してセッティングしたんですけれども、どうも EVC のこのステッピングモーターね、これが調子悪くてもうブーストが安定しないんで、セッティングはほぼ完了なんですけれどもブーストが 0.9 になったり 1.25 になったり 1.5 になったり、もう忙しくてしょうがないんでその辺をもう一回修理してそれで完成という形にします。どうですか、史上最高値の S15 シルビアに令和チューンでした。